い、今日は、顎に化膿した力紋ができて牛がおったので、それを連れて帰るために探しに来ました。こういうところです。今日探してる牛は、あの右端のみたいに、あの目の周りの黒いパンダみたいなやつ、右の鼻の横、下顎になんかデキモンができとったわ。はい、ざーっと歩いてチェックしていきます。馬に乗ると結構急な斜面に感じるね。見てた丘の反対側はこんな感じです。遠くに見える黒い点々が、ウイザンじゃない、普通のお母さん牛の出産場所。木の中でも通ってみようかな。わあ、サスカチワンとはまるでなんかちゃうね。こちらは大丈夫。丘の反対側。Ugh.